はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。月曜定病生活の気晴らしね、今日はね、病院から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいになって艶がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞く点ですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、通院の日でした。というか、まあ、通院の日なんですけども、まあ、採血が終わって、まあ、まあ時間があるので、ちょっとこの間に動画を撮影しようかと思って、今、病棟にまだ上がってきました。もし日がすごい差すんでね、まあ、その今日はね、内科だけやったんですけどもね、早く終わるとね、まあ、昨日から思ってたんですけどね、まあ、よう考えたらね、まあ、いつもこの、ね、今の待ち時間なんですけど、採血の待ち時間がね1時間かかるので、まあ、結局診察のね、2時間前に到着しなあかんかったんですよ。だから、まあ、12時半からの診察なんですけども、10時半について採血するまでの時間が1時間かかるんですよ。で、採血の結果が出るのが1時間かかるんで、結局、採血の結果を見るのが診察の時間からなので、そこから逆算してこっちか逆算して2時間前に到着するっていう風な感じで今日は、来ました、病院ね。まあね、相変わらずあれですわ、まあ、昨日に続きなんですけども、歯はね痛いままですけども、まあ、これもちょっとね、今日は内科の受診でね、診察の時にね言ってみたと思います。他に痛いところとかねないんですよ。体の中も痛くないし、まあ、口の中のカビもちょっとマシやし、まあ、虫歯だけが今の一番悩みかなっていうことをね伝えたら、ちょっとね免疫抑制剤も減るかなと思うんですけども、まあ今日は大阪、まあ、というかその、まあね、全国的に今日は寒い日なので、お父さんに車で送ってもらいました。ね、こんなに晴れてるからね、チャリカツでもいいかなと思ったんですけども、まあでもね、寒いからといってね、まあ、インフルエンザもね怖いしね、まあ、新型コロナも、ね、警戒しないといけないので、まあね、まだ僕の住んでる地域とかといいますか、この近隣ではね発生してないので、まあ、大丈夫なんでしょうけども、まあ、大事をとって、まあその前日にねお父さんがね連絡遅れました。まあ、そのコロナウイルスなんですけどもね、横浜ですかね、あの船ですよ、ようやく今朝ですかね、港に到着することができたんですよね。今朝のニュースでねやってましたわ、ようやく到着しますって言ってね、スッキリで、誰でしたっけ、安倍さんがもうすぐ到着しますって言ってね言ってましたね。でもあれも大変ですよね、ずっと船の中でですよ、一人ずつ体温を測ったりとか、その検査せなあかんかったわけでしょ、ほんま大変ですよね、それは何日もね、停泊せなあかんわけですよ。でもその病院のね、入り口、今ここ病院に来てね、その入り口でもね、その大きなね、張り紙が貼ってありましたわ、自動ドアの横にね。まあ、中に入ったらね、その各診察室の入り口のところにね、もうこれでもかっていうぐらい、その、まあ、同じね、張り紙のを収縮したやつなんですけども、それがね、貼られてましたね。まあ、でも病院ならね、まあ、それぐらいやらなあかんことなんでしょうね。まあ、そのインフルエンザもね、コロナウイルスも肺炎もですね、まあ、飛沫感染なのでね、まあ、誰かと会うときとかね、その外出するときとかはね、必ずマスクをするようにしてください。で、そのマスクがね、今、そのアマゾンで、まあ、メルカリなどのフリマアプリっていうんですかね、そうなんだもんね、転売されてますよね。そのまあ、値段が高騰してるみたいですよ。ねえ。これもニュースで言ってたんですけども、そのアマゾンやったかな、あれはね、その まとめ売りっていうので、その100万円ぐらいしてる商品もねあるみたいですよ。でもこれはね、コンピューターがその勝手に値段をつけていくシステムによって、まあ、このような価格になったらしいので、まあ、販売者は私は知りませんっていう、ね、的なことを、ね、言ってましたけども、まあ、でもそれだけみんながね売ってるというか、まあ、買ってるというか売ってるんでしょうねということになるんでしょうね。そのマスク、ね、その製造している工場はですよ、まあ、この時期は、ね、毎日8万枚を出荷している、この、ね、冬の時期は8万枚出荷しているペース
ースらしいんですけども、あの今はこの、ね、そのコロナとか流行ってる時期は、あの今は、ね、10万枚毎日作って、もうその注文が多いので出荷が追いついてないようです。いやもう大変ですよね、ほんまに。まあ、でもこのように、ね、マスクも、ね、大事なんですけども、まあ、他の予防策としてやっぱ手洗いうがいが、ね、やはり大事ですよ。まあ、これもねテレビでね言ってたんですけど、まあ、というかテレビでこんなことをそんな勢いで言わなあかんかっていうようなねことがあったんですけども、大阪でね、まあ、日曜日やったかな土曜日やったかな、お昼のね2時半ぐらいからやってるやつなんですけども、その元政治家とか元官僚とかね、まあ、各評論家と、まあ、タレントがね出てるので、あの時事ネタをお題にしてこう言いたいことを言いまくるといったその、まあ、討論する番組なんですけども、まあ、ちょうどねそのコロナウイルスのお題あって、その時のゲストにね、まあ、あの飛沫感染とか感染症とか感染症に詳しいその大学病院の内科の先生がね出られててですね、まあ、女性の先生だったんですけども、その出演者がねその先生に対してですよ、なぜこんなにコロナの肺炎が広まってるんやとかね、何が原因なんですかってこうその大きな声でねあの答えを求めてるんですよ。まあ、先生からしたら、いやそんなん知らんがなって話でしょうけど、まあまあそんなね言い方もできへんでしょうから、まず中国の武漢でね発症して、先生が説明し始めた瞬間にね、そんなこと分かってんねん、そんなことよりもってこう、ね、あのこう食い気味でこうね突っかかってて、まあ、しばらく言い合いになったんですよ、わーってね。最終的にねその討論もね、その女性の評論家の人が、じゃあどうすればいいんですか、私たちは何をして身を守るべきなんですかってこううわーって言ってたら、先生がね手洗いうがいですってこう怒鳴り散らしたんですよ、その人に向かってね。いやそれそんな大きい声で言うってね思ってね。まあ、でもねそれを言ったらですよ、そのまあ女性評論家をはじめね他の出演者もね何も言わなくなったんですよね。あのそこまで説得力のある言葉ちゃうと思うんですけど、まあ、当たり前のことやし、まあ、小さい子供の頃からね言われていることをね改めて言われたので、まあ、何も言い返せなかったんでしょうね。まあ、それだけ大事なこと大切なことのようですよ、やっぱりね。まあ、その僕もね病院にねついてね自動受付機で受付を済ませて、カードを入れてね受付を済ませて、採血の予約を済ませて、まあすぐトイレに行ってね手洗いうがいをしました。まあその僕の行ってる病院はね大きいので、まあ外来の患者さんがねたくさん来ますので、まあ僕だけが予防してもしゃあないんですけども、まあこれを見てくれてる皆さんはね、あのぜひとも手洗いうがいを心がけてください。まあ今日はねその内科の検査結果とかね、今の体の僕の状況をねお話ししようと思ったんですけども、ちょっとあの今このことを言いたかったんで今日は以上になります。まあもうすぐしたら今、12時前か、もうあと30分なんですけども、もうすぐあの僕もね診察が始まるので、今から診察を受けていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。